こんにちは今週の火曜日から子どもたちというか娘が2人とも学校に行ってくれて1年半ぶりに学校に行ってくれて本当に嬉しいです。娘たちもやっぱりオンラインでずっと画面見ながら授業をやってるよりはあのね他の友達といろいろやりとりもできるし教室の中ではマスクをしてるんだけれどもあの外に出るときはあの外してもいいっていうルールみたいなんで。 まあでもすごく注意深く学校もやってくれてこまめにメールをくれるので、まあ、なんとか安心して安心してというかあの普通の状況に戻りつつあるという感じがしますえっ、ー、とですね今日は AppleTV のテッド・ラッソ破天荒コーチが行くっていうドラマからのセリフを紹介したいんですけれどもこのドラマは実はあの パッと見ただけではちょっとあんまり興味が持てなかったんですよね。というのもあのなんかちょっとスポーツものみたいだったんでちょっと画面を共有しましょう。このこうやって小指を立ててあのお茶を飲んでる人がテッド・ラッソって人なんですけれどもあのこのドラマは夫の会社の顧問弁護士とその奥様があの勧めてくれたドラマなんですね。この えっと、夫の顧問弁護士っていうのがあのアトランタオリンピックでバレーボール選手としてあの活躍したすごく背が高い人で、あのー、それから、まあ、弁護士になって今やってもらってるんですけどあとその奥様っていうのがイタリアのイタリア人なんですけどイタリアのやっぱりバレーボール選手で,で、まあ、モデルもやり女優もやりみたいな感じですごく綺麗な人なんですよね。であのー、彼女はやっぱりそうやってテレビ業業界界とか映画業界で 知り合いが多いからそのいろんなテレビとドラマをいっぱい見てるんですよ。でいつも食事に行くときに行くとにあの今面白いのないとか言ってあの聞いてあこれはこ今回は一応しがテドラソだよって言われてじゃあ見てみましょうってことで見てみたらすごく面白かったっていう話なんですね。でうん人からのおすすめってすごく大事ですよね。そうやって言われないと。 あの見ようって思えないことってすごく多いのでだからもしこのねライブを見てあのもし面白いなと思ってくれる人がいたら嬉しいなと思います。えーとですねこのテッド・ラッソなんですけどあのこ,のアメこのテッド・ラッソっていうのはあのアメリカのカンザスの大学のアメフトコーチだったんですね。 なんだけれどもあのイ,タリあイギリスのプレミアリーグのクラブチームに突然スカウトされてあの畑違いの,アメあのサッカーのコーチあの監督になれって言われるんですね。でそ,、まあ、それを引き受けていくんですけれども,もう熱狂的な地元ファンとかからも大ブーイングなんでアメフトの監督がイギリスのプレミアリーグの 監督をやるんだみんだみな怒りますよねもちろん選手もなんかええー、みたいな感じでみんなブーイングなんですけれどもテッドがすごくなんていうんでしょうねひょうひょうとしてるというか持ち前もうめちゃくちゃ前向きっていうか楽観主義なんですよ。であの独特のユーモアセンスとかを使ってだんだんその選手たちにも慕われるようになってなんかすごくいい感じになっていくっていうドラマなんですね。でその どうしてそのカンザスのアメフトの監督だったのにイギリスのプレミアリーグのサッカーの監督を引き受けたかっていうと実はその奥さんとの、まあ、息子が1人7歳ぐらいのの子ががいいいるんんんでですすけど奥さんとの関係がうまくっってなかったんですねあのいろいろやってもあの裏目に出たりとかそういうことでちょっとその夫婦カウンセリングも受けてたんだけれどもその夫婦のカウンセラーにちょっと距離を置いた方がいい。 ってて言われてそこにそのイギリスでの仕事が舞い込んだからあの能天気に引き受けたわけじゃなくてその奥さんとちょっと距離を取って関係を改善しようと思って引き受けたっていう裏事情があったってことなんですね。でまあ第1シーズンの5話でその奥さんと子供がテッドをイギリスに訪ねてくるんですけどあのまあ久しぶりにすごくわーって楽しい時間を過ごすのにその翌朝窓際で奥さんが。 泣いてるんで,す、ね、でもう昔の気持ちには戻れないわってことであの涙ながらに語られてしまってつまり離婚したいってことなんですけどだからそれについて「うん分かった」みたいな感じで言ってあの仕事場に行ってテッドはそのアシスタントコーチとあの整備係に胸の内を語るんですね。それがあの I think at some point I realized that me being around so much was doing more harm than good. ある時点でずっと彼女のそばにいるのは逆効果だって気づいた。t、yeah, like anytime I try to solve any of her problem or do something sweet for her, it just would backfire. 彼女の問題を解決しようとしたり、彼女のためを思って何かをしても恨みに出るだけだ。 って言ってるんです、ね、この, do あの最初の doing「do more harm than good」っていうのはいいことよりも害の方がいい100害あって一理なしっていう言葉も日本語にありますけども逆効果ってことですよねで「it just would backfire」っていうのも裏目に出るってまあ似たような意味なんでテッドが良かれと思ってしたことでもそれが裏目に出て全然彼女に喜んでもらえない余計アップセットさせてしまうとか。 そういうことがあったので距離を置くのが一番だと思ってイギリスでの仕事を引き受けたってことなんですね。で、えー、っとですね、こういうなんていうんでしょうね、バックファイアとか do more harm than good とかそういう言い方ってちょっと私もよく知らなかったので、あこれは。 紹紹介介ししたたいと思って紹介したんですけれどもでそのテッドはカンザスの大学でアメフトコーチをやってたんですけどもカンザスといえば「オズの魔法使い」って思うんですよね。でそのテッドとそのアシスタントコーチがイギリスに着いたばかりの時も「We are not in Kansas anymore」ってセリフで言うんですよ。 あのもう慣れ親しんだ土地から出て未知の世界に世界あの足を踏み入れるっていう意味なんですね。でその「オズの魔法使い」といえばあのプラダを着た悪魔であの有名になったアン・ハダウェイっていう女優さんいますよね。彼女がオーディオブックであの朗読してるのを私借りたことがあるんですけどこれがまたすごいんですよ。あの彼女、まあ、女優としてもすごくね才能あるしかわいいしきれいだし。 なんですけど、その、なんていうんでしょう、ドロシー、脳みそがない、欲しいかかし、心を手に入れたい。ブリキの木こり、あと勇敢になりたい臆病なライオン、そしてオズの魔法使いとか。それ、登場人物ごとに、あの、すべてこ、こわ、怖い色、小金を変えるんですよね。それがもう、また絶妙で、なんていうの、運転者がよく聞いてるんですけど。あの、本当にもう、そのストーリーに。 あの聞き入ってしまうでその情景がもうバーってあの前目の前に浮かんじゃうような感じに読んでくれるので本当に圧倒されました。でその映画の「オズの魔法使い」で有名になった女優さん主演のジュディ・ガーランドですけれども数年前にほらあのジュディ・ガーランドの自伝映画が出てきてあのレネー・ゼルウィガーがね熱演していましたけれども、まあ、ちょっと見ていて 辛い映画でしたね。あのー、うーんその「オツの魔法使い」ってあのー、大体のあらすじは知ってると思うんですけど細かいところを知らない人って多いんじゃないかと思うんですよね。ちょっとこのシェアをやめようかな。で子どもの本と思って読んあのちょっと なでも侮れなくて子供の本ってすごく面白いんですよでなんでかっていうと私もそのこっちにサンディエゴに来た時に娘が5歳と1歳であのすぐ、ね、上の子が小学校入ったんで絵本の読み聞かせをしたんですよね英語で。でその英語で読み聞かせをするっていう時にあのなんて言うんでしょうねもう特に別に私が発音がどうだとかそういう問題じゃなくてそのストーリーに引き込まれちゃうんですね。 すごく感動的な物語もいっぱいあってもうなんか読み,読み聞かせしながらもう泣いちゃうとかねそういうのしょっちゅうあったんであの絵本も本当に侮れない絵もすごく綺麗だしストーリーも感動的だしみたいのがいっぱいあるんですよね。<laughs> 細かいとこもそう,そうだから一度なんて言うんでしょうねちょっとチャンスがあったら幼少読んでみるかあるいはあの聞いてみるか。 すするのをすごくおすすめしたいんですねでそのアンハザウェイのバージョンを聞いてほしいんですけどちょっとねそれは日本にいらっしゃると難しいかもしれないですね。であのこ今回みたいにそのテッド・ラストからカンザスカンザスからあのオズの魔法使いとかそのスピーキング・オブ・ウィッチみたいなあのオズの魔法使いといえばカンザスといえばみたいな感じでどんどんなんかしりとりみたいにあの話が広がってくると。 面白いといとうかあっ、のーね、あ,あのほらアンハザウェイといえばプラドを着たあくまで,です、ね、その相手役はメリル・ストリープだったよねとか、あのー、ねメリル・ストリープがすごかったよねメリル・ストリープといえば、まあ、私の中ではあのクレイマークレイマーなんですけど <laughs>、あのーまあ、メリル・ストリープが出てれば、あのー、なんて言うんでしょうね あの外れはないみたいなそういう気持ちもあるしあのそういういろんなところでアメーバみたいにこうやっても好きなものあなんとかといえばあれだったねとかそういうふうに自分の中であのいろいろは頭の中で考えてることをこういうライブでお話しするチャンスがあってあのこのチャンスにすすごく私は感謝しています <laughs>、ね、それはもう本当に私の中のあ頭の中の妄想みたいな感じなんですけれども。 でもそうやって楽しみをどんどん増やしていくっていうのもあるからあの字幕クラブ字幕いらずクラブの中でもこういう作品がおすすめですよみたいのを、あのーね、いろいろ投稿していただきたいんですよね。でやっぱりその映画とかドラマ幼少でストーリーに出会った時に出会った今回の,その「Do, Do More Harm Than Good」とか。 あのバックファイヤーとかもあ、あの時テッドがそう言ってたな。こういう状況でっていうことで、頭にあの入るので、ぜひそのストーリーで出会った時に覚えるのが一番だってことを皆さんにお伝えしたいですね。で、その出会うチャンスを増やすために常にあのまあ、1日5分から10分でもいいので、英語に触れる時間を増やして、あのボキャブラリーも増えて、あのそれも身につくので。 あのだん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 少しずつ揺るがない、あのーね、英語力がつきますので、あのー、楽しく頑張りましょう。